ちょうど下郷の前住んでたとこが空き家になってるもんだって、はい、そこに猫が、ま、迷い込んで一匹あの袋で餌を買っておくとそれを破ってね、はい、出して食べてるけど外に出ないんですって。で来るあの来て水くれたりいろいろしてやるするから、はい、もう来るの待っててね、はい、ストレスがたまらんかねなんてこんなもんでもなんて一生懸命なんか週に1回は餌やりに来るげなんですよね。あ、そうなんですか。口の中にいるからストレスが溜まるんかね。まあ、ね、ね、ちょこちょこって横っちょには出るけど、ま、開けるシャッター開けるとちょこちょこっと出るとすぐまた戻ってきて、あ、出ないんですね。なるほど。はい、じゃあここで30分ね、はい、温感をしますからお待ちください。